はい、おはようございます。7月1日木曜日午前9時15分です。ヒューガスサーフキャンプ、こちらをこれから出発します。昨日ねちょっと夜も出かけちゃったので、距離が増えてます。ということで昨日の分の距離ですけども、109.9キロ、平均燃費は 17.2 キロでした。ガソリンのメーターは一目盛り減ってます。じゃあ今日はですね、これから延岡市の方まで出まして、高千穂峡、それから阿蘇の方へ向かって走っていきます。まあまあ走りますね。じゃあ今日も安全運転で行ってきます。はい、では9時18分今宿を出発して国道10号線へ出ました。天気はですね、あいにくの雨模様ということで、残念なお天気となってしまいました。まあ、本当でしたらね、もうこのすぐ近くにここです。綺麗な砂浜がありますので、ここもうちょっと見てみたいなと思ってました。それからその脇にですね、なんかおしゃれなショッピングセンターがあるんですよ。あのテリーズビガーバーガーとかあるんですよね。少し覗いていってみようかな、せっかくなんでね。早速道草です。オープン10時からということで、まだやってないですね。はい、残念でした。まあ、今回ですね、九州一人旅続けておりますが、日曜日から出て日月火水木と今5日目に入りました。もうこの旅もね後半戦に入っております。ハワイの時っていうのはもう帰りたくないっていう気持ちが強いんですけど、正直やっぱ国内で一人旅っていうとそういう気持ちはないですね。なんか一日の予定はしっかり立ててるんですけど、それを淡々とこなしていくっていう感じ。もちろん楽しいんですけども、なんだろう、帰りたくないというよりは、あと何日で地元に帰るっていうなんか安心感みたいなもの、ほっとした気分っていうのかな、まあ、そういった気持ちの方が強いですね。さて、車はですね、日向市の街中の方に入ってまいりました。今日はこの街を通過してその次の街の延岡市ってところまで走ってみたいと思います。はい、それでは日向市街地を走りながら、昨日宿泊させていただきました日向サーフキャンプ、こちらのお部屋の感想を述べたいと思います。こちらのお部屋はね、とても綺麗なお部屋で、しかもおしゃれな感じでした。ただね、昨日もちょこっと触れましたけども、場所がねホテル街なんですよ。ラブホー街ね、多分なんですけど、サーフキャンプの建物ももともとラブホーだったところをリノベーションして作ったんじゃないかなと思います。なんかね、やっぱ建物その名残が残ってまして、例えばねお風呂が無駄に大きいんですよね4人でいっぺんにお風呂に入るなんてことも可能だと思います。キッチンとかはなかったです。それから洗濯機はたまたま昨日は使えない状態で、本当洗濯したかったんですけどできないで終わってしまいました。ですので、今日ですねどっかで洗濯をしたいなとも思っております。部屋の広さはねもう十分ですね。ベッドは4つありまして2段ベッドですね。はい、ですので4人まで宿泊できます。トイレは普通のトイレでした。で、冷蔵庫も冷凍庫付きでありましたね。洗面所もありました。なんかペット OK みたいな謳い文句がありましたので、まあ庭でワンちゃんを遊ばせたり、あとちょっとお庭でね、軽く食事したりもできるぐらいのスペースがありました。で、嬉しいのはね、駐車場が玄関出て目の前なんですよ。これはねやっぱ便利ですね。もともとそういう仕様のとこだと思うので便利になっております。はい、以上そんな感じです。9時39分日向の町を抜けまして、また町と町の間に入ってきました。だんだん雨足が強くなってきてしまいました。お、なんかミスターマックスがありますよ。大きいショッピングモールですね。いろいろ
ろあります。で一番奥の方にミスターマックスがあるみたいです。ここにヨーグルッペがあるか探してきます。ありがとうございます。はい、今時刻は10時49分です。やりました、ミスターマックス品揃え豊富でね、あの日向夏のヨーグルッペ見つけまして、無事買うことができました。ミスターマックスお土産買うのにいいですね。ハワイに例えるんであればウォルマートみたいな感じです。はい、いろんなものがいっぱい置いてあって、しかも安いという、嬉しかったですよ。およそ700メートル先、千葉先、右方向です。困っていたところにミスターマックスでした。いやー、ありがたかった。はい、時刻は11時9分です。延岡市の方に入ってきましたね。あの街中の方ですけど、はい、相変わらず小雨ですけどね、雨は降っております。お、なんか道が広くなってきましたね。はい、今日の走行距離ですけども 28.3km です。そして平均燃費は 21.6km です。ガソリンのメーターは2メモリ減りました。だいぶ街中に入ってきたみたいです。お、アストロプロダクツがありますね。なんかさっきの日向市と比べるともうちょっと都会のような感じがします。なんだっけ、ハンズマンだっけ、去年見て都の城市で気になったホームセンターハンズマン、あれをね、見たいなと思ってるんですけども、今年は都の城市を通らなかったんで、まだハンズマンに出会ってません。この辺にハンズマンがあると嬉しいですけどね。そしたら寄り道しちゃいそうです。はい、ただいまの時刻11時40分です。延岡町の街中を走っております。今ですね、海沿いの道から高千穂峡へ向かう道、これ国道ですけども何号線だかちょっと忘れてしまいました。はい、入りました。ここから高千穂峡まで約50キロぐらい走っていきます。ずっと一般道ですので1時間近く走ると思います。1時間以上かな。はい、国道218号線ですね。これ九州の方に来ると、あ、まあ当然なんですけど九州の方の方言がありまして、あのイントネーションがね、静岡県の人と比べると、まあ、全然、もちろんなんですけど違って、聞いててね、なんかすごく新鮮で、でなんかこの宮崎の辺の言葉、まあ、鹿児島もそうですけど、なんかすごく優しい響きに聞こえますね。11時44分、ちょっと雨が本降りになってきました。はい、11時47分、九州中央道に入りました。しばらくこの道を行けばいいそうです、まあ、ナビに従って行ってみようと思います。雨はだんだんひどくなってきましたね。雨の中、お疲れ様です。はい、今ちょうど時刻がね、正午になります。なんかすごく高いところにある橋を渡って、すごく綺麗な川が見えたんですよ。何川だか分かんないんですけど、でそのすぐたもとにですね、よっちみろ屋っていう道の駅があって、でこれはもしかしてそのいい景色が眺められるのかなと思ったら全く見えなくて、ちょっと、まあ、がっかりしてすぐに出てきたんですけど、はい、ということでね、車は引き続き高千穂方面を向かいます。高千穂方面に向かっていきます。この下は何でしょう。あ、ここも川が流れてますね。すごい高いところを渡ってます。
時刻は12時35分です。高千穂峡の近くまで来ましたね。これ高千穂の町なんでしょうね。お、高千穂峡見えてきました。300メートル先、大きく右方向です。なんかこっから七曲がりみたいなところを走るんですね。七曲がりと言いますか、ちょっといろは坂っぽい感じ。くねくねっとしたところを下っていきますと高千穂峡。お、猿発見。今映ってたかな？猿いましたよ。ここでいいんでしょうね。はい、駐車料は500円。はい、12時42分高千穂峡到着です。はい、あいにくの雨になってしまいましたけど、傘をさしてせっかく来たので遊歩道を歩いてみようと思います。はい、今時刻は12時56分です。高千穂峡の遊歩道を歩き出しました。あのよくね写真で出てくる、岩の絶壁のところの真ん中を走る川、あそこは見ていきたいなと思っております。早速いい感じのところが見えてきましたね。うわ、綺麗。おー、いいね。見えました、ここですよ。貸しボートがあるんですね。さっき駐車場のところが貸しボートでしたね。金額結構いいお値段してました。なんか人工物みたいに見えるようなこの切り立った岩の形、すっごく美しいです。でこの上はね、なんか洗濯岩みたいになってるんですよ。そしてこっち側へと続きます。遊歩道はまだ先があります。この先ちょっとどうしようかな、行ってみようかな。はい、さっきの綺麗な景色のところを過ぎるとこんな感じになってます。あ、ここら辺も綺麗ですね。雨なのが残念。上がねすごい迫力なんですけどね、あんまり上げると雨粒食らっちゃうからこのぐらいにしとこうかな。見えますかね、ちゃんと映ってるかな。綺麗な感じです。傘が映っちゃったらごめんなさい。喜八の力石というところに来ました。前方の大きな石、あ、これですね。これが喜八の力石。じゃあね、時間の都合もあるんでこの先の階段の手前まで行ったら引き返そうと思います。仙人の屏風岩っていうところに着きました。これがそうなんでしょうね。はい、ではね、さっき歩いてきたとこ、ここをですね戻っていきたいと思います。はい、今時刻は13時44分です。高千穂峡の観光終わりました。そしてですね、なんかあの観光行く前にご飯食べようかとか言っときながらですね、実はあんまり腹が減ってないことに気がつきまして、まあ、お昼いいかなって思って、今ジョイフルの横まで来たんですけど、結局ジョイフル寄るのもやめて、その隣にあったファミマで、コーヒーだけ買ってね、そして先を目指そうと思います。
はい、次はもう阿蘇へ行きます。ここからナビの距離では約50キロということなので、またまあまあ走りますね。はい、頑張っていきたいと思います。ここまでのレポートしておきます。平均燃費が 18.9 キロ、走行距離 86.6 キロです。時刻は14時3分です。国道325号線を阿蘇に向かって走っております。今ループ橋に差し掛かりました。一周するループ橋ですね。あ、ここで今熊本県に入りました。あ、だけどループ橋の途中で県境がありますので、一回また宮崎県に抜けるんですね。面白いですね。はい、今熊本県に入ったんですけど、一回また宮崎県に、今宮崎県です。そして一周回ったところで熊本県に入りました。なんか面白いね。はい、今日はですね、南阿蘇村というところへ泊まります。そこの宿を今ナビゲーションにセットして向かっているんですけど、そこまでの距離があと 32.3 キロと出ております。到着予定時刻は15時11分、今の時刻が14時4分ですので、あと1時間ちょっとで到着予定です。はい、今14時8分です。熊本県に入ったらちょっと周りの景色が変わってきましたね。高原みたいな感じ、近くのイメージでいうと長野県みたいな。さっきキャベツが割ってたから。14時23分、阿蘇九十国立公園ってところへ来ました。こんな感じ、ちょっと小雨がついてるんで、降ってるんで、もう終わりにします。はい、今14時29分です。高森町役場っていう手前まで来ております。今左手にはね、多分もうあれが阿蘇のエリアだと思うんですけど、すごくいい景色が見えております。ここ今高台なのでね、はい、阿蘇エリアの景色だと思うんですけど、一望できてます。はい、見えますでしょうか。今目の前、急にスケールの大きな景色に変わってしまいました。肉眼では目の前180度の、阿蘇の山々のパノラマが広がっております。で、多分これがね、今阿蘇の町に入ってきたんだと思います。この辺はね、割とね、開けてますね。思ってた以上にってことでね、ちょっとなんか失礼な言い方なんですけど、もっと田舎かと思ってました。意外と電気屋さんとかスーパーマーケット一通りありますね。パチンコ屋さんも今あったしなーって言ってたら、あ、ここだけだったかな。終わっちゃいました。左側にディスカウントドラッグコスモスっていうのがあります。で、このコスモスってお店がこの辺は本当に多いですね。あっちこっちにありますね。ドラッグストアの中では一番幅を利かせてるところなんでしょうかね。御殿場で見慣れたドラッグストアが全くないですね。はい、今時刻は14時54分です。阿蘇の西登山道っていう道路を今走っております。目標地点まではあと 6.5 キロで到着します。はい、今時刻は午後3時になりました。周りに木がなくなって一面草原になってきましたよ。写真で見た阿蘇っぽい雰囲気ですね。はい、はい、今上から下ってきて米塚が見えるかなっていう感じですね。ここで見えるのかな。こう抜けると見えるのかな。あー、綺麗に見えますね。
ヘッドっぽい。ちょっとね、もうこれじゃあ観光にならないので、今日は下に降りていこうと思います、まあ、とりあえずね、米塚だけでも、まあ、くっきり見えたのは良かったかなと思います。本当は阿蘇の山々も綺麗に見たかったですけどね。明日の予報はね、曇り時々雨ということであまり明日もよろしくないんですけど、もう一回明日リベンジしてみようと思います。はい、じゃあ南阿蘇村へ戻りましょう。あ、ちょっと目の前がすごい景色が見えてますね。で今ね、この辺ちょっと硫黄の匂いがします。大涌谷みたいな匂いしますね。わあ、これはすごいな。ここは何でしょうね、土がいっぱい見えてますけど、山崩れかなんかがあったんでしょうかね。ちょっと向かったか、ちょっと車止めよう。今ですね、4時40分ぐらいなんですけど、なんか急に晴れてきて青空が出てきましたよ。なんだ、でも山の向こうは雲かかってるんで、晴れてるのこっち側だけのような感じがします。綺麗な朝の山が見えております。来てよかった。すごいのとかいいところです。はい、今午後5時です。本日のお宿こちらになります。ここは2階に登ってですね、展望台があるそうなんですね。部屋の中は至ってシンプルです。お手洗いがあって、お風呂があって、そして多分広さ的に6畳、4畳半ぐらいかなの小さめな居間があります。まあ、一人なんで十分ですね。今日の夕飯は近くにあるスーパー三井というところで買ってきました。地元の方御用達の小さなスーパーです。そこでですね、アジの寿司、それからタイですね、それからゼンマイの煮物、これ懐かしいね。それからね、これがね、なんか三井の名物なんでしょうかね、三井のジャンボ稲荷って書いてあります。はい、面白そうなんで買ってみました。それからノンアルコールビールです。じゃあいただきます。おはようございます。7月2日、金曜日の朝です。ヨーグルッペのリンゴ味買ってみました。初です。それから昨日ね、面白いもの見つけて買ってしまいました。焼肉のタレを作っている戸村本店のあられタレ味だって。どんな味なんでしょう。ヨーグルッペリンゴ味はね、結構リンゴ味が強くて乳酸菌飲料の感じが弱かったです。これ普通にリンゴジュースとして美味しかったです。これまんま本当にタレの味のあられです。結構美味しいですよ。ちょっと後で見つけたら買ってこうかな。これからここの宿を出まして、今日は北九州までね走っていきます。
頑張ります。では行きます。はい、今7時40分ぐらいです。そろそろここを出発して北九州へ目指していきます。はい、おはようございます。7月2日金曜日午前7時51分です。今朝の天気はこんな感じで曇ってしまっております。阿蘇山見えてるんですけどね、雲がかかってます。メーターリセットしてなかったんで昨日のデータ読みますね。昨日の走行距離 175.2km、 平均燃費が 19.5km です。ガソリンのメーターはちょうど半分ぐらい残ってます。今日はですね、この阿蘇の山を越えてですね、ずっと北上していきます、一般道でね。そして夜には北九州の門司港まで行ってフェリーに乗ります。フェリーの出発は23時半頃です。では今日も頑張って行ってみましょう。7月2日金曜日、山本ひろみがお送りしていますデイブレイクシティ。今朝もあなたからの自由なメッセージ、今あなたの聞きたい曲のリクエストなど皆さんからのメッセージお待ちしています。さあ続いてお送りするのはラジオネームアックスさん。今日浦安にいるそうですよ。なんだって。今時刻8時半頃です。山田パーキングというところに着きました。こちらですね、曇っているけど綺麗な山が左手に見えてます。そして右手は今走ってきたところの絶景が広がってます。いい景色。8時57分大観峰というところへ着きましたが、残念ながらこんな感じ。ここはまだいいんですけど、肝心なこっち側がね、もうどんより真っ白けで、ちょうど今雲がかかってきてしまっております。やがてこの辺も真っ白けになってしまうんでしょうか。はい、今からですね、約50キロ先の日田市というところまで走っていきます。2時間弱かかる予定ですね。はい、案内板には日田市46キロと出ております。ではドライブを楽しんでいきましょう。午前9時31分、こんな名前の温泉地に到着しました。末立温泉って読むんでしょうか。なんかいい感じの温泉があって、川はこんな感じ。そしてね、今上にね、すごく険しい岩山、これがまた絶景ですね。そして道路の真向かいには豊作市場というお店があります。なんかここもね、人気のあるいい感じのお店ですね。はい、9時43分です。大分県に入りました。そしてですね、ちょっと薄日が差してきましたよ。なんか今日はね、静岡県は大雨の予報ということで、さっき自宅からも LINE が来たんですけども、雨がすごいそうです。こちらもね、
ちょっと今小粒の雨が降っております。そしてね、ちょっと車止めたいぐらいなんですけど、今左手川なんですが、川がまた素晴らしい景色ですよ。なんでこういうところにね、このシニックポイントみたいのはないのかなっていう、そこがちょっと残念ですね。すっごい今車止めたい気分なんですけど。この橋からの景色がすごいいい感じだったので、ちょっと橋を歩いて渡ってみようかと思います。こんな感じなんですよ。素晴らしい。はい、この橋ですけど杖立大橋というそうです。はい、こちら7台分の駐車場とトイレがありました。10時16分、道の駅大山というところに着きました。ここの道の駅はすぐ横に川があって、河川まで降りれるみたいですね。ちょっとそこまで行ってみましょうか。こちらが今車を止めた駐車場で、こっちにトイレとかね、なんかファーマーズマーケットって書いてあるお店がありますね。なんかすっごい気持ちのいい公園になってます。いい感じ。はい、今時刻は10時37分です。日田市の街中の方に入ってきたと思います。今日はですね、ここでお昼ご飯を食べる予定です。なんかね、日田焼きそばっていう焼きそばが有名らしいんですよ。で、まあ、その中でちょっと何店舗かあったんですけど、 Google マップの方で良さげなお店を選んでみました。はい、時刻は10時48分です。日田市にあります、これはソーブレンって読むんでしょうかね、の本店に来てみました。ここでね、日田焼きそばっていうのを食べてこようと思います。そしてお店が11時オープンですので、あと12分ほど時間があります。ここで途中経過を読みたいと思います。今日の走行距離 79.1 キロ、平均燃費が 22.6 です。ガソリンのメーターはあと4メモリ残っております。航続可能距離は157キロです。今日の大分県ですけども、このような曇り空です。雨は降ってません。なんかね、地元御殿場はですね、今日大雨らしくて、今こんな感じで大変みたいですね。あー、大変なことになってます。こんなことになってますからね、何にも被害が出なければいいんですけど。これソーフレンって読むんでしょうか、ソフレンでしょうか。ソフレンだとなんかフランス語みたいだね。はい、来ました、ソーフレンの焼きそばです。うまそうな、いい匂いがします。目玉焼きトッピングしてもらいました。プラス100円です。はい、11時36分、ソフレンさん出発します。店員さんに聞いたら、ソフレンって言ってました。ソフレンじゃないんですね。ここから、その、日田焼きそばっていうのが発祥したらしいです。とにかくね、ボリュームが多かったです。普通の大盛りぐらいの量があったと思います。
うちが頼んだのは普通の焼きそばの、目玉焼きトッピング、焼きそばが950円で目玉焼きが100円です。合わせて1050円です。そしてですね、あんなに量が多いと思わなかったので、なんか今の時間帯小ライスとお進行がサービスでつきますけどどうしますかって言われて、じゃあお願いしますなんて頼んだら、もうご飯最後苦しくなっちゃって、いやこれはね頼まなくてよかったと思います。頼んでしまったことをちょっと後悔しました。結構今苦しいです。そしてね、麺がですねパリパリなんですよ。それを知らないで最初食べたら、お硬てって思ったんですね。でよくよく麺だけ食べてみると、外は普通にくにょっと柔らかくて、中はあのパリッとまだ芯が残ってる感じなんですよね。このね硬さというか歯ごたえというのが絶妙で、あの最初の歯触りは何だろうな、硬い焼きそばがちょっとくにょっとなったような感じっていうのかな、なんていうのかな、強めのアルデンテっていうのかなよくわかんないですけど。でね、ソースの味はね、あのもうほんとベーシックな感じ、いわゆる普通のソース焼きそばって感じの味です。ですのでね、安心感のある味でした。でそこにですね、具として入ってるもやしがまたシャキシャキ感があって、この固めの麺といい感じに絡むんですよ。それがね良かったです。あとは豚肉、細長い四角く切られた豚肉ですね、これがねまたいい感じですよね。ここはねかなり美味しかったので、また大分を訪れた際には行ってみたいですね。ただね、調べてみると結構チェーン展開してるみたいで、九州地区には結構な数のお店があるようです。本当美味しいお店でした。ごちそうさまでした。スーパー好きとしてはちょっと気になってしまいますね。映ってるかな、夢マートっていうのかな、スーパーマーケットだと思います。これは大分県にあるスーパーなんでしょうか。今度はいよいよ福岡県へ向かって走っていきます。福岡県の太宰府市だったかな、アメリカン雑貨のホリデーさんっていうお店があるんですよ。前から気になってたお店、結構おしゃれなお店なんですね。アメリカングッズ好きとしては、せっかく九州に来たので覗いていきたいなと思っておりますので寄ってみたいと思います。そこまでの距離、今ナビではね 51.5 キロと出ております。でただいまの時刻11時44分なんですけど、到着予定時刻が13時35分の予定になってます。まあなかなか時間かかりますね。2時間近くかかるようです。帰りはねできるだけ高速道路は走らないで一般道で行こうと決心しておりますので、一般道で行きます。はい、ただいまの時刻12時4分です。どこで入ったか気づかなかったんですけども、福岡県に入りました。今ね福岡県朝倉市というところを走っております。目標地点までの距離はまだ 38.3 キロもあります。しばらく一般道を走る旅が続きます。今回のねこの九州縦断の旅、鹿児島、宮崎、熊本、大分、福岡と5県を走ってまいりました。はい、今12時54分です。福岡県筑前市というところに入ってきました。目的地まではあと 18.7 キロです。まっすぐ行くと福岡市、ここを左曲がると久留米市って松田聖子ちゃんのふるさとでしたっけ。聖子ちゃんのねちょっとハスキーな声ね、デビューしてちょっと経った頃、あのぐらいの声がねたまんなくいいですよね。ちょうどパイナップルとか、カナリーとかあの辺のアルバムは好きです。日本といっても本当に広いですよね。まだほとんど行ったことがないところばっかりで、回るぞって意識していかないと
一生かかっても47都道府県を車で走るなんてことはまあないんでしょうね。まだ自分ね、行ったことない県、走ったことすらない県がまだありますからね。長崎とか佐賀、あ、佐賀はどうだったんだろう、高速道路で走ったのかな、ちょっとわかんないですけど、ただ長崎県はまだ一度も走ったこともないです。はい、13時13分、福岡県筑紫野市というところに入ってきました。今ジョイフルの横を通過中です。これは国道何号線でしょう、ちょっと、わかんないです、ごめんなさい。筑紫野市天山というところを走ってますね。筑紫野市の街中に入ってきたのかな。だいぶなんかショッピングモールみたいなのが並んだりしてます。はい、そして九州道の筑紫野インター2キロっていう看板が見えてきました。はい、13時30分、ホリデーさん到着です。ホリデージェネラルストア、いやずっと来たかったところに来れました。ちょっと見てきます。時刻は14時41分です。ホリデーさんにハンズマンのこと話したらすぐ近くにあるよって教えてもらいました。本当に店のすぐ近くにありましたので寄ることができました。はい、今15時21分です。ミスターマックスへ到着しました。実は旅行中ですね、ちょっと洗濯をするタイミングを逃しまして、コインランドリーで今洗濯してます。はい、洗濯が無事に終わりました。4時28分、気になっていたラーメン博多屋さんに来ました。はい、時刻は16時41分です。博多屋さんでラーメン食べてきました。1杯290円というね、激安ラーメンということでね、味はまあそれなりです。普通に美味しいラーメンです。なんていうのかな、青春時代を思い出す、妙な懐かしさと安心感、お金がない頃、小銭を握りしめていったふるさとでいうね、東州のラーメンみたいなね、そういう感じです。普通にね、安心して食べられる美味しいラーメンって感じで、今日はね、まだ夕飯時にはちょっと早かったんで、本当にラーメンだけちゃちゃっと食べてきました。じゃあ次はですね、スーパーマーケットルミエルってところを目指して行ってみようと思います。17時8分です。福岡県の中で有名なスーパーで調べたらルミエルっていうのが出てきたんですけど、合ってますでしょうか、福岡県民の方。今からここをちょっと見てこようかと思います。ルミエルの、志すに免除の免って書いて紙面って読むのかと思ったら締め店って読むんですね、締め。はい、今18時5分です。ルミエールで買い物してきました。すごい楽しかった。1時間近くいたのかな。なんかね、ここ面白くって、結構九州産のものがたくさん売ってまして、まあ、静岡では見ないような食材がたくさんあったので結構買っちゃいました。帰ってから食べるの楽しみです。店内広いし、品揃えは豊富だし、まあディスカウントストアのスーパーだけあってお手頃な価格でね、あったりするので、お土産探すにもすごくいいですね。
はい、それではですね、これから一般道を走って新門司港まで向かいます。今日11時半出港の船に乗って横須賀まで帰るんですけど、2時間前には着いてたいんですよ。そうすると9時半、はい、でここから新門司港まで2時間半ぐらいかかるらしいので、今到着予定時刻がおよそ300メートル先左方向です。20時45分になってるんですよ。ですから、まあ時間的には大丈夫だと思うんですけども、まあ時間がもし押し迫るようでしたら高速にルート変えたりして、まあその辺は臨機応変にしていきたいなと思います。18時40分、福岡県篠栗町でいいんでしょうかね。ガソリンを満タンに給油しました。もうね、最後の一目盛りになっちゃったんで結構やばかったです。ここからですね、飯塚市だったかな、そこを通って、北九州へ抜けていきます。結構この辺はね、交通量が多いですね。あまりスイスイ走ることができないです。はい、あ、ちょっとコーヒー買ってこう。はい、今時刻は18時54分です。焼山バイパスっていうのに、なんだ、八千山かな、バイパスに乗り、ようやくスイスイ走り出しました。北九州までは今55キロと出ております。ナビ上は 63.4 キロ、これも門司港までですけどね、出ております。はい、やっとスイスイ走れるようになりました。このままね、このいいペースでどんどん走っていけば、ちょうど9時ぐらいにですね、新門司港に着くと思います。今飯塚市というところを走っております。時刻は19時9分です。この道路ね、結構広くていい道路ですね。走りやすいです。こういう内陸をつないでくれる道路があるといいですね。時刻は19時13分です。綺麗に整備された2車線の道路を走っております。これは国道203号線だったかな。はい、すごいですね、ずっとこういう内陸部を2車線の道路が抜けていくんですね。まず高速道路さながらみたいな感じですけど、一応これはバイパスということで一般道です。201号線ですね。なんかオアフ島のカラニアナオレハイウェイの、じゃないや、カラニアナオレじゃない、カメハメハハイウェイの2車線のところ、あれになんか雰囲気が似てますね。目的地までの距離あと 44.9 キロです。今のところの平均燃費 19.1 キロ、本日の走行距離 180.1 キロ、結構走りましたね。田川市というところに入ってきました。19時23分です。チロルチョコの工場がありましたね。この辺が本社なんでしょうかね。あと安売り王ルミエールなんて書いた看板のお店があったんですけど、さっき言ったスーパーのルミエールのと同じでしょうか。だいぶ店の見た目が違いましたけどね。はい、ここにはですね、サンライブってこれ何でしょう、スーパーでしょうか、それともショッピングモールの名前でしょうかね。これも静岡では見たことないですね。でミスターマックスがこっちは多いですね。あっちこっちにあります。静岡では見たことないよな。湘南の方にありますけどね。これも結構あっちこっちにありましたけど、まだ一度も入ったことがないですね。どんな感じなんでしょう。今度九州へ来たら入ってみたいです。もう今7時25分になります。もう静岡の辺じゃ真っ暗なはずなんですけど、まだこんな明るいです。はい、時刻は8時3分になりました。今北九州市小倉南区というところを走っております。下曽根駅っていうのがナビゲーションで見えてますね。門司港までがあと 7.7 キロ、
到着予定時刻は20時20分ということで、あと15分ぐらいで到着する予定です。あ、ピンボケしてますね。内陸の方を走ってね、結構長距離だったんですけど、意外とここまでずっといい道だったので、あまり高速を使うのと変わらないような気がします。はい、まあちょっとね、信号がありますので時間はかかるでしょうけども、でも実際最初ナビだと2時間ぐらいかかる予定ですっていうのが出てたんですが、実際そこまでかかんなかったですね。1時間半ぐらいで来るみたいです。高速でも1時間ぐらいかかるようなこと書いてあったので、まあわずか30分ぐらいの違いということですので、まあそのぐらいでしたらね、こちらを走るルートっていうのもありかもしれませんね。おっと、今右手にラムーがありますね。これ四国にありましたよね、ラムー。なんか面白いお店でしたよね。ちょっと見てみたい気もするな。というわけで8時10分ちょっと寄っちゃいます。はい、今時刻は20時41分です。新門司港の入り口まで到着しました。これからちょっとね、フェリー乗り場の場所の確認をしておきたいなと思うので、とりあえず先へ行ってみます。ですね、なんか一番奥の方らしいんですよ。ですのでちょっと迷うと嫌なので一回確認しに行きます。時間的にはね、まだ3時間前ぐらいなので十分余裕があります。はい、そしてここまでの平均燃費ですけど 19.6キロ で、本日の走行距離ここまで 223.7キロ です。だいぶ走りました。そしてですね、出発してからのトータル燃費 23.9キロ、トータルの走行距離2000トンで 12.4キロ です。今回ですね、船浜遊号っていうんですけど、これが、新しい船らしいんですよ。どんな船旅になるんでしょうかね。まあ洋上であまりいい天気ではないと思います。ずっと雨だと思うので、あまり外の景色はね、去年のように楽しめないと思うんですけども。アルファセンスコンプリート。